ちょっと顔変か。大変遅くなりました。ちょっとさっきお家に帰ってきて髪の毛がボサボサで顔もやばすぎたので軽く髪の毛を巻き直し、ちょっとだけ顔もやり直し、こんなに時間になってしまいました。申し訳ない、ごめんなさい。こんな遅くなっちゃって、いつも遅いけどさ、こんな遅いとみんな眠いやろみたいなね。こんばんは、みなまさま。翔太、やっほー。おもちくん、こんばんは。あら、ちょっと待ってね。今日いただいたプレゼント出しちゃう。かわいい、ありがとう、おもちくん。かぼちゃ、こんばんは、かぼちゃん。ケンシロウ、ヤッホー、ケンシロウ。ありがとう。かわいい、これ。嬉しかった、って本当に嬉しすぎて、嬉しすぎて、私舞い上がりそう。ケイスケ、おかえり、ただいま。遅くまで待ってたね。これ見てくれてる人みんなありがとうだよ。こんな遅いのにみんなごめん。こんな何年も痛かったり、明日に支障ある方とか、すごい嬉しいんですけど、自分を優先して、ぜひ、寝るという選択肢もありますので、選択肢もありますのでって、すごい上から見てやっちゃったけど、お願いします。見てくれて嬉しい。風やばいやろ、これ。めちゃくちゃ、ヒーターをね、ガン近い。もう寒すぎて帰り道、震えながら帰った。帰り道、隣を。もち！今日会えて嬉しかった、ありがとう。さっきもなんか、やばいやろ。お家帰ったんだけど。なんかいつもは、遠征の時はもう一発二日で、とかで、お泊まりするやん。今日は日帰りないよね。だから今日は朝早くに出て夜遅く帰った。変な感じする。僕行きも帰りもみちゃんこ寝てた。遠征したかあんまりなっていうの時間がかからないからさ、なんか変な感じでしょ。風ね。ルプッチェルこんばんは、やっほー。大丈夫、なんか、ね、昨日からちょっと ちょっと危ない、すぐ風邪ひいちゃうんだよね、こっちから。そういう体。ルプンツェル今日もお疲れ様でした、ありがとう。おかえり、あれ、ただいま。ゆっくり休んでね、ありがとう。明日トークポートしかないから、明日トークポートしたり、いっぱい年賀状を作ります。明日は年賀状を作る。カバンにつけようかな。どこにつけようかな。カバンだとちょっとちっちゃいかな。つけるとこちょっと迷う。かわいい。クロさん、こんばんは。ゆっくり、あなたがゆっくり休んで、あまりコメントできない質問で仕事中。ハンダーマン、こんばんは。歌回しピースを先に言われた。そうだよ。思ってきたから言っちゃった。あ、そう、確かに今日会ったからちょうだいって言われたらワンちゃんあげてよ。これはいやみちゅく、赤ちゃん、あえて幸せ。一番嬉しかったのはさ、今日のチェキツイートにさ、さっきまで会ってたのにさ、会いてーみたいな帰ってくるって、嬉しい嬉しい。みちゅく、おかえり、ただいま。イエタイガーだな、それは。高海、ヤッホー。沖縄って今何度ぐらいなの。シオピピラブ、クリスマス近い。やばいよね、シオピピってさ、絶対ポップティーンのモデルにいそう。ナシ、こんばんは。暖かくしてよく休んで、ありがとう。
春カイロしてるから激あったかよ、うん、これ最本当にみんなおすすめするんだけどね、寝るときはもうヒーターをつけて電気毛布をして背中にカイロ貼って寝るんだけどめっちゃいいよ。背中にカイロを貼って寝てください。これおすすめ、ダムされたと思ってさ、やってみて、めっちゃいいよ、こう超おすすめだから。連休なのいつまで？あ、ケイスキ来れるかもな、24日のライブ。明日多分出演時間発表になりそうだけど、なんかね、明日24日の予定ですって、あれが来た、連絡が来たから、多分ね、明日に発表できるかな。ようやこんばんは、ヤッホー、帰りただいま、今日もお疲れ様です。ちょっとありがとう、お住まいゆっくり、お住まいなのかね。25日超楽しみにしてるよ。ヨメモこんばんは、カイさんこんばんは、ミチくんかわいい、あ、これかかわいいやろ、ミチくんかわいい、かわいい、かわいい、クリスマスプレゼントって、困った。あ、わちぷよ、今日ありがとう、今日ありがとう、東出くん、お洋服のマウスピースが汚い、絶対に汚い、やけどするで、やけどすると思うじゃん、しないの、しそうだよね。ケイスキーをしなげてくれてありがとう、コパちゃん、コパちゃん、やっほー、いつ会えるんだっけ、パンチ、いけそうならば、そこですけど、24日、なんかね、今日はアビコさんと誰かが話してて、なんか24日の大体どれになりますかみたいなのを話してるのを見たんだけど、なんか早くはないみたいなの言ってた気がする、昼とかではないよって言ってて、いつじゃないのと、なんか詳しくは言ってなかったから、ブーパンの時に聞き耳を立ててたんだけど、決まったらもうすぐ告知する、もうクリスマスの告知うるさすぎたとは思います。うるせーって感じかもしれないけど、そのぐらいはないと、しおりがさ、ツイートしたのさ、全部を全部みんなが見てるとは限らないじゃん、だから少しでも回数を多くしてみんなの目に留まるようにいっぱいツイートするっていう作戦なの。みすきちゃんやっほ、次あの 25? ね、クリスマスのさ、さ、この洋服にさ、頭イーブンにしてよ。ムロさん、やっほー、怖すぎて怖いねえ、スクルちゃん今日会えたりしかった、なんかさ、なんかさいつもスクルちゃんとさ話すときさ、言えない、こうやって会えてよかった恥ずかしくてさ、本当に嬉しかったんだ、嬉しかった、マジ。そう、さっきツイートしとったやつが、あの今日話したやつね、そう、ツイートか、思い出した、トゥン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 トゥ、えなちゃんち、クリスマスとかするの？これでも東出さんと同じ年、そうなの、何歳？東出さんの年齢知らん、知らんすぎたもう今日は帰ってきて寒すぎてすぐパジャマになりました。はい、アマゾンでサンタ服ポチろとしたらクリスマスまで届かない、あとでも、あと5日しかないもんね、ドンキでかいな、ドンキめっちゃすごいよ、種類めっちゃいっぱいあるよ、びっくりする、こんなにクリスマスの服あるのって、この前行った時びっくりした。勝利は通販で頼んだ、山口に届いたけど、
私は2つ買いました。いつ着るんだろうね。25日と、もう一つは何、いつ着るんだろうね。わかんない。なのでイーブンにサンタ帽で妥協させて、いいよ。サンタ帽なら、サンタ帽ならいいよ、いいよ。ラビタ、やあ、いつ帰った。今日の新幹線はもう今終わったから言うけど、11時20分ぐらいに東京駅に着く。それみんなで帰りました。めっちゃ寝て起きたら、遅いの。みちゃんこビビった。好きだ。俺もしおりちゃんに直接婚姻届は出せないから。おそろだね。どうやって渡すの。もう今日めっちゃ嬉しかった。もうさ、今日すぐるちゃんの前でさ、なんかさ、障子のさ態度悪いとこを見られたから恥ずかしかった。あの後恥ずかしかった。見なかったことに。見なかったこと。今日最終アフロだったから死ぬもないと思ったら最後死ぬまで。え、今日のさ2回目のセトリすごかったよね。アフロ始まりの願い星、願い星のとこに、願い星、あれ金魚は、アフロ、金魚、願い星、シネマグラフでした。私腕が出たのはアフロはいつ最近やってるところ、金魚が、あーだから私の足で上に登る2回目ぐらいだった。めちゃくちゃ緊張した。と願い星が戻りたいあなたと、と横を見ればの人で死ねました。死ねば自分のとこしかしたことない。起きた。おはよう鈴木。鈴木超えるかもの24だっけ時間に。あれあれなんだっけ、あれしてた。あれあれ25。しおちゃん優しい、好き。マジワクワク、ワクワクちゃんになっちゃった。楽しみすぎてワクワクちゃん、やべー楽しみ。来年も絶対に来てよ、クリスマス。来年は日曜日だから絶対あると思う、ライブ。土日絶対あるもんね。ってことは再来年は月曜日なのか。え、来年マジやばいよ。だって20、イブが土曜日で25日が日曜日だから土日だよ。いやー、どうしよう。やばやば。やっほー日曜日、25日確定、ありがとうございます。嬉しかった。ツイートお願いします。サンタさん来てくる、ちょっとかぶってくる、帽子か服か両方か、それかひげか、どれがいい。つみおじさん、やっほーおじさん、じゃーん。同い年の人におじさんって言った。ってことは私はおばさん、塩おばさんって呼んでもいいよ。はるこみちゃんおかえりなさい。ただいまー、ただいまー、ただいまー。はるとの会。ただ俺とこと、俺しおりちゃんに都合のいいぞと。あ、そっか、よかったよかった。うわー恥ずかしいな。態度悪いというかなって言った。切れてる。なんて言ったらいいだろう。早くゴーゴータイムしたい。ガン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 。あの時は 1.5 にいるから
神手の 1.5 に来てください。集合神手の 1.5 レボリューション22時過ぎですよ。あーじゃあ1本か2本違いだったね。あ今に12月1日の落書き写真。12月1日って何だっけ。オンラインディジェイベントの時ニットワンビンみたいなの日。川崎かな、川崎のリリリベ。今思い出してる。マサこんにちは。アロダイナマイトかっけかっけー。マジ初めて見たよ。だってだって今までのアフロダイナマイト披露は初めての豊洲でしょ。12月13の豊洲16、17くらいのリリーベ。昨日突フェスでもこれは配信ライブだったから、ね、で今日名古屋全部違うやってるとこ。都内の台湾リリーベ配信ライブ名古屋全部違うね。イブはチキン買ってこようかな。クリスマス会いに行くよって。えっ、シュアリに嬉しい。どっち昼と夜。昼と夜がある。嬉しい嬉しい。イブなんだね。チキン食べたいな。去年さ、ライブ帰りにさ、ケンタッキー行こうと思ったんだけど、去年さ、今よりさ、コロナとかいろいろ厳しくてさ、お店が全然開いてなかったの。で、チキン買えなくて帰り、ファミマで買ったのかな。ファミマで買ったローストチキンみたいなの。ちょっと200何円ぐらいの、ちょっといつも買わないぐらいの値段。ちょっと高めの。めっちゃ美味しかった。え、本当にファミマでも離れないと思った。めっちゃ美味しかった。今年も食べたい。でも今年は開いてたら、ケンタッキー。骨付きも好きだし、骨なしも好きよ。ビスケットの別に甘いシロップも好き。今年いけるかな。今日僕は親。ひげ生やすの？ひげやったら白だよ。綿みたいなやつね。スグルちゃんとか、スグルちゃんって足長すぎてなんかバランスすごそう。気持ちだけダメだよ。どうやってお願いしようか迷ってた。気持ちだけとか言って、どうやってお願いしたら言ってくれるか。帽子だけお願い。一緒の前でさ、話す1分とかだけでいいか。神手の 1.5、 そうそう、神手の 1.5 ファミリー。ゆこうで、あ、ニットのやつ。ふくくこんばんは。しょりちゃんこんばん。花神くんこんばん。うん、メモン、やっほー、メモン元気。お気入りじゃない浮世ってあんまりない。今日ね、7人だったの。初めて7人フォーメーションの浮世和歌をやりました。浮世和歌っていう、なんかなんていう、ロック系で、なんか歌隊とダンス隊に分かれる曲がある。その、まあ、いつものなんか、なんていうの、一番いい形は13人バージョンで、13人バージョン、9人バージョンだったんだけど、初めて7人バージョンしました。今日はこの前のレッスンで作って、いつもと違います。全員何かが変わっている。で、なんか浮世和歌は歌ったり踊ったりする人もいたり、歌うだけの人もいたり、踊るだけの人もいるんだけど、とかはけたり、今センスが色が変わったりするから、すごいはけたりする人が、例えば誰々ちゃんのマイクを持ってきてとか、誰々ちゃんのセンスを持ってきて渡すと交換してはけるとか、そういう過程があるんだけど、今日はそういう7人だからもうできないじゃん。だからなんか自分たちで完結するしかなくて、ステージ上で
という今日はやつです。だから今日は多分ポッキリじゃなかった。だって SE4 人だったでしょ今日主人公と歌い出しのササちゃんとふみちゃんが2人と、今日ダンス隊がさやめいっていうめちゃくちゃダンスバキバキセットの4人で SE やって、でしおりジュリアリマの歌隊が入りましたっていうねやつで、めっちゃおもろかった。最初4人って何と、タットヤッホー、今録画掛け写メ見ながら配信見ながらニヤニヤしてめっちゃしおりちゃんタイムってこと、もしかしてキモい、自分キモいってこと、全然キモくないよ。ニヤニヤしてる顔見たいけど、ちゃんと寝てな、ありがとう。もしかして心配してくれてる。ケンタッキーモバイルオーダーできるように登録して、何する何する何する、モバイルオーダー、私オーバーイーツしたこととかしたことないからわかんないのに、ありがとう。モバイル系店舗じゃなくてお願いするのあんまりしたことなくわからない。ゴミ知らない。ラムチキン食べちゃね、真似して買った。え、そう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 、めっちゃ美味しかった、びっくりした。え、こんな美味しいの、トロトロで美味しかったの。見なきゃ、ちょっとホットスナックとか見ないと。ケンタッキーのもつくしとか、なんか大事なような気がする。ちちゃるこんばんは。水色ニットアビで足が良かったなんかあれ長さがいい感じだよね。だから短すぎず長すぎずみたいな。なんかさ短すぎるとさ、ちょっとハラハラ、なんていうの、ハラハラなんていうの、うわーってなるじゃん。いい感じだ。 SE メンツ構成は今日は、まあ、浮世だってのは分かるよね。ポッキーじゃないし、何これってなってた。確かにポッキーじゃないことに気づくのもすごい。ちなみにポッキーみんなは何ってなってそう。ポッキーはセンスの持ち方のうちらが呼んでるやつだ。結構メンバー内で呼ばれてる単語とかが、造語みたいなやつがいっぱいある。バズジャパン、うちらはそれで何ですかそれってめっちゃ、ああ横向きになった久々になった気がする。このわらわら、あくびかぶった、収録ミスだ。横向きになりました。なんやこれ、これちゃんと映っちゃう。チェーン店はスマホで先に頼めるとか、そうなんだ。アプリとかいるの、ケンタッキーアプリ。食べたい。そうだ、今日さ、あずこさんにプレゼントもらったんだよね。何だと思う、じゃがりこなんか新幹線で食べようと思ったらいいやって、買うときはなんか買おうと食べようと思ったけど、なんかいいやってなったりしてもらった。でも正直が好きなのはチーズ味、でもこれも大好き。おやつにしちゃおう。やっぱ年始一日茨城店で仕事ヘルプになって、わお大変だ。なんか年末年始ででもなんか忙しそうなイメージある、お仕事してる人。パパがそうだったからかもしれない。パパはいつも月末と年末年始とかなんか年度末とかヒヒヒヒって言った、帰ってくるの遅かったパパ。だから仕事してる人はそうなんだって勝手に思ってるよ。横横になっちゃう、勝手になっちゃうよね。クロスマヤッホー、クロスマはじめまして、可愛い女の子見つけてしまいましたし、ヤッホー。で26日会うの楽しみにしてるよ。嬉しい。
結構さ夜遅くまで起きてるよね。コスプレみたいなやつは苦手か。帽子だけど。これ最後の推し、最後の推し苦手そう。着させたらやってくれそう。でも自分からはしなさそう。一応元気してます。一応ってことは微妙ってことだ。さっきジャガリコ食べた何味？青いやつも好きよ。ジャガバタみたいな。まあ、なんだけど。それもお帰りお帰りお帰り。頑張って。しおりちゃんのエコも可愛い。ほんと？こっちの方が深いの。ママと同じところ、ママもここにできる。晩ご飯食べてた？いいね、いいタイム。今日もゴーゴーで頑張って。ガン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 。今日アフロあったから。ガンガン。令和のアフロがご機嫌に踊り散らかしてゆく。もう少しで会えるね。やばいよね。たたたたたたたの慎吾、美しいね。まあ楽しんごさんいたの。ラブの月さ。黒様は来週だ。楽しみ。早く会いたいよん。会いたい。楽しみだよん。楽しみだよん。可愛い絵文字が全部赤色。久しぶりすぎて SE 変わってたし、知らない曲。最初と最後でしょ。最初はでもね、13日に発表したから1週間も経ってない。お昼間から Thank you we love dynamite ってやつね。なんか何だぞこれの曲みたいな曲と、最後のシネマグラフってやつはもうめっちゃ最近、そのアフロダイナマイトの前の新曲。今日のね2部のセトリ的に言ったら、アフロはまだお披露目から1週間でしょ。次は金魚が3年ぐらいで、願い星が5年ぐらいで、5、6年前か、春前だから6年ぐらい、5年ぐらい、5年ぐらいで、シネマが7月31日だから5ヶ月経ってないぐらいかな。だからめっちゃ最近。早く来週になるかね、楽しみにしてる。やばい、だからもうちょっとルサンさんクリスマス来ちゃうと思った。楽しみとさ、あの切ないというか寂しい。また12月26日からカウントダウン始めるから、クリスマスまであと364日で、 SE もね最近作られた。あれ SE 何個目、8個目ぐらいの SE 知らんかったやろ。ケンダッキー軽く調べてまとめておけ。え、神？え、後で頂戴する。もしかして送ってくれた？送ってくれてそう。ただスカスカスカ。懐かしいよね。あれ。あの現場やばいよね。目の前にいたから面白かった。それも忘れない、ね。それでいっぱい歌ってる。そうね。特にシネマグラフ。ソロで3回も歌ってる。今日会いに行けなくてごめん。ねね、なんか会えたらいいなって思ってたけど、またの機会があれば嬉しい。なんか今日なんかかんかって言ってたけど大丈夫だった？なんだっけ、今日なんかなんとかみたいな。ペイペイ使ってる？今ケンタッキー。ペイペイ使ってない。ソフトバンクだけど。それバンドルカードしか使ってない。あのそれはなんていうの、電子機器系なんていうの。なんか歯止め機がなくなりそうだから怖いんだよね。クリスマスまであとやばいよね。なんか今日顎長くない？気のせい。やばい、あっという間で悲しいよ。それね、寒いし年末年始が来る。しょんぼりしてる。なんでしょんぼりしとるぞ。
多分しおりさんとお話できたので、なんでなんでいいこと言ってくれるの、こんな遅いのに見てくれてありがとう。ツイートしただけだから DM にコンピュー、あーよろしくよろしく、楽しみにしてる。何も準備してるクリスマスの大丈夫だよ、ワンチャン前日にドンキドンキ本当ね、いっぱいあるから。他に何の準備するの。トムヤさんこんばんは、宮地さんに紹介されてきました。宮地さんに紹介されて、お、ありがとうございます。友達ということですか。こんな夜遅いのに見てくれて嬉しいです。なんか今日顔可愛くない、あ、いつもだいつも会えたからじゃない今日誰が会いに行ってくれたのかな。どういうこと。僕もオレマバンドルしか使ってない、ニコニコ現金、でも現金払い派。ペイペイでかっこいいと思う、クイックペイ、なんだっけ、なんかこいつはなんかたまごっちみたいにつけてる人いるじゃん、なんか腕時計的なピッ、なんそれ、絶対そういうの使いこなせないもん。来年は今年よりも多くね、そうだよ、今年は、あ、なんか忘れ、そのこと忘れたかなって思ってたら会いに来てくれるみたいなよかったそうだったけどさ、ちょっと今日は兄弟に前ですね、ケンシロウの、さっきフォローしてくれたよ、ケンシロウの兄弟、嬉しかった、サプライズだね。 50% 戻ってくるからかなりお得、ペイペイ、え、すごい、え半額ってこと、なんで赤字じゃない、ペイペイさん。サンタのコスプレチェキ取りたいけど26じゃってよくね。そうよ、25の夜しかねコスプレない。でもね、将来的にはね、今後のリリーベとか私服とか、なんかなんでコスプレとかって絶対着ると思うよクリスマス終わらせたくない人だから。でもね、24とか26は本当に衣装によるけど、髪飾りが決められてるのが新章だけやん。新章以外やったらそう、クリスマス系の髪飾りをつける可能性は高い。靴のありなしで売ってたね。靴のありなし？靴？サンタさんの？あら、かわいい。クラスだけね、ピッとやって売ってるよね、ピッ。現金払いがあるし、そうだよ、怖いよね。弟はしえ、あれ、ケンシロウ、あれねえ、そろそろいいんじゃないのペイペイ使ってみて、かっこいいよね。なんか使ってる人見るとすげえって思うけど、自分がいざ使うかって思ったらちょっと違うみたいな。敵なそうだからね。スマートウォッチかっこいいよね。スマートウォッチってのか。スマートウォッチ。ピン。なんか大人って感じするよね前髪伸びた、あれ欲しい？ピーナッツ？難しそう、使うの。それは多分お財布の人だな、ちょっと分かんないけど、いつか急に憧れるかもしれない近いか、横になってるとさ、ちょっと難しい画角調整、右に行ったらこうなるのかな、うん、もうちょっと足を写真にしようかな。あ、そうだ、
明日はトークポートなのでお願いします。あとはあれ何で落としたか忘れちゃった。あ、明日14日の出演時間が出るかもなので見ててください。1月の5か6 4 5 6、もう水曜変に重要なライブが入るということを今日知ったのでまた告知します。すごいいっぱい告知することになりそうなライブが、そのライブのチケット発売が明日か明後日21だった気がする。失礼します。曖昧な感じで申し訳ないが、入りましたというお知らせでした。曲にもフォローとかしなくてよくない、今日立て替わったのしなくて。え、絶対にしてお願い近いのも好きです。うん、あ、ここか。直した、そう、直したらこうやってやったら治るんだよ、言うて。じゃ、めんどくさくて横潮さんだよ、好きだよ。ほ限定、期間限定クーポンがあるの、ペイペイ現金だし。あ、ずっとってことじゃないか、さすがに今、限定なのね。配信ありがとう、しおちゃんに会えて安心してとしすぐ5000万発それな、マジそれな。今日その話したもんね。マジ会えてよかった、顔見えてよかった。ああ嬉しかった。起きた、今絶対眠いやろ。やめろ、向こう。のんちゃんやっほー、フージャーの写真頼んだぜ。おやすみなさい、また明日。え、楽しみにしてる、トークポット、ありがとうね、撮ってくれて。話そう、超楽しみにしてる。また外すかもだけど、フォローさん外すな。でもありがとう、してくれたってことだね。じゃあ、今日配信を終わりっち。まごっち、福くん、おやすみ。レミちゃん、ありがとう。今日も一日ありがとう。終わりっぽいよね、終わりっぽい。何分したか分かんない、遅くなっちゃったからね、ごめんね。みんな天使、おやすみ。鈴木、終わりちゃん、もんち、ありがとう。また明後日のこと何かあったら教えて。リバーに刺し、レバーの刺身みたい。リバーに刺しさん、ハロー、こんにちは。なんて読むのかわかりません。ない。目がカピカピになってきたわーん。バイバーイ。ラプンツェル、おやすみ。うん、そうかなと思った。